ギャンツェ県は中華人民共和国チベット自治区シュガチェ市の県の一つ。前称は、スグルシカツトムで、思考無常の王宮を意味する。ヒマラヤ山脈の麓に位置するチベットの歴史上の第三の大都市である。1994年に中国政府から国家歴史文化名城の称号を授与された。ギャンチェは、 チベットの歴史上ラサと4月へに次ぐ第三の重鎮であり、町の中心は古都の中心であるギャンツェゾーンにある。9世紀にトバン王朝の後衛がこの辺りの地形の得意さを吉祥だとして山上に鳥を建てた。14世紀サキャオ王朝時、この地の首領が宮殿と鳥を改修して、チベット語で思考無常の王宮を意味するスグルシカ、すぐるしか、務むとした。 コーツトムは、その略称、スグルツトムの中国語なまりであり、後に地名となった。新朝時、コーツトム州の政府を、宮殿内に設けこのお山は、創山と呼ばれた。1904年に、イギリス領インドから、イギリス軍が進軍してきた際に、山の中原に砲台などの防御工事を行ったものの、実力が、はるかに勝るイギリス軍に対し、 この地を守っていた軍隊と民衆は、弾薬も食料も月がけから飛び降りて死んだ。なお香港返還の後にかけて、コーツトム虐殺事件として、中国共産党などによって懸念されるようになった。コーツトム県は1960年に設立され、現在は、四月市に属している。一鎮、十八号管轄、四月地区の行政区画集散のほか。 県内にはパンコル中でパラ小園などの名称古籍がある。中でもパンコル中では1418年に建立され大規模で寺内には多くの総学院があり、チベット仏教のサキャ派とシャル派とゲルク派の大きく分けて3つが入っていて珍しいとされている。チベット中南部のヒマラヤ山脈とカンギセ山脈との間の山や内に位置し、 ヤルンツンポ川の支流ニャンチュ川を県境とする。全域の気候は温和日照も十分で、物産は豊富。経済は、農業が主で、主に、裸麦、エンドウ豆、小麦、油などを産するチベットの最も主要な食料、生産基地の一つであり、あと蔵の家庭層の章を有す。当地で作られる絨毯は1200年の歴史があり、評判がある。 ありがとうございます。